はい、どうもこんにちは、おもチャンネルです。さあ本日2月14日といえば、はい、こちらですね、バレンタインデーですが、いやもう簡単に渡せるギリチョコにちょうどいいねチョコレートをね、ちょっとね今回はね軽く紹介したいと思います。はい、以前にねトミカの形したねチョコレートで、ね、実は紹介したことあるんですが、この2車種に関しては多分ね今回僕ね初めてね見たんでちょっと購入しました。とてもね素敵ですね。左がねこちら GTR です。で右がフェアレディゼットのロードスターですね。であとですねこちらがたまたまね近所のスーパーにあったんですが、これ1個100円ぐらいです。スタートレインチョコレート、これがね、輝きでしょ。でこちらが N700A 新幹線ね。でこちら E5 系新幹線はやぶさに、これが一番売れるかもしれないですね、923型ドクターイエロー。まあこんな感じのね4種があったんで、とりあえず全部買ってきました。さあではまあ味はまあ絶対美味しいと思うんですけど、形はね本当にどんな感じになってるのかもね気になるんで、さあそれではね今からねいっぱいチョコレートをね見ていきたいと思います。もしね気になったチョコレートあったらぜひね探してね、バレンタインなんで大切な人にねあげてみてください。じゃあちょっとトミカチョコからいきましょう。まずは GTR ですね。さあさあそれではねちょっと出していきましょう。お、ちゃんとこう番号売ってるんでね、はい、こんな感じで開けていきまして、中から取り出します。ブリスターパックですね。で、あ、外箱見るの忘れてた。よいしょ。はい、GTR はちなみにね、はい、こんな感じのね黒いベースのねカラーになってて、まあデザイン的には標識とかいろいろ書いてあって可愛らしいですね。内側もこうトミカのマークとかあって素敵です。で漢字のねチョコレートはというと、お、いいね、これ長い時間ね持ってたら溶けそうなんだ。このまま行こうか、こうしよう。さあさあさあ、それではねくるっていきますが、まあ本当にあの大きさ的にはトミカと同じぐらいですね。ちょっと後で並べてみますが、フロントこんな感じです。まあさすがに塗装とかそんな色はないですよ、全部チョコレートカラーなんですけども、形は本当よくできてますよね。で側面、はい、横から見るとこうなってて、まあこちらから見てもバッチリですよね。で台座のところには、よいしょ、ちょっとお見せしましょう。はい、こちらね日産 GTR とちゃんと書いてますね。まあ本当あのホイールの形状とかもしっかりできてかっこいいですね。で後ろの部分は、はい、こんな感じになってて、レンズ周りとかの形とかも本当にちゃんとできてますね。リアスポイラーもバッチリです。で反対側の側面はこうなっておりまして、はい、こちらの台座の部分にはトミカの文字が入ってますね。でこちらの面もバッチリと、もちろんね給油口もちゃんとできてます。で上から見てみると、はい、こんな感じで、まあそこはちょっとこのままいきますが、まあフラットなね仕上がりになってます。で実際のトミカとちょっとこうね横ね並べて比べてみると、結構ね大きさ近いものがありますね。まあ少しこう一回りは小さいのかな、ただちょっとスケール感が若干こうね違うんですよね、このボディの比率かな、まあちょっと違うんであれなんですけども、まあほぼほぼトミカぐらいの大きさと思っていただければいいかなと、僕はそんな感じで思いますね。まあこう比べてみると本当にあのよくできてるんで、トミカ好きの人にね渡すにはちょうどいいかもしれません。まあということで、はい、まずはこちらね日産 GTR でした。では続いていきましょう。はい、こちら日産フェアレディ Z のロードスターですね。さあさあさあ、こちらはね箱の感じは赤いベースカラーになってて、まあデザインはさっきのちょっとね GTR と違うような感じになってますね。さあそれではこちらも開けていきましょう。フェアレディ Z をね、さあさあどんな感じでできてるのかな。ロードスターなんで、まあトミカ的には結構前のやつですよね。よいしょ。はい、おお、これもいいですね。はい、まずねフロントの部分はこんな感じです。こちらもまあ言うことなく、まあこちらもお菓子の成形のチョコにしては本当にねよく形作られてると思います。非常に美味しそう、そしてかっこいいです。で側面はこうなっておりまして、こちらにもちゃんとね、はい、台座のところに日産フェアレディ Z ロードスターというね文字が書いてますね。で、お、ちょっと溶けそうなんで危ない。はい、こんな感じにね側面になってて、あ、ちゃんとホイールね、トミカのホイールになってますね、おなじみです。でロードスターなんでね、こちらこんな感じ、オープンカーですね。座席の部分もちゃんと結構細かく作られてていいですね。あ、ハンドルとかあったら嬉しかったですね。さすがにそこまでするとあれか、潰れちゃいますね。で後ろの部分は、はい、こうなっておりまして、まあ結構特徴的なね今度テールの形なんですけども、再現性はバッチリかと。で反対側はこのような感じで、上から見るとよいしょ、はい、こんな感じになっております。でまあそこはもういいでしょう。まあ一応ね、はい、フラットなねこんな感じになっております。まあということで2つ目は、はい、フェアレディ Z のロードスターのチョコレートでしたが、まあこれも本当に素晴らしい、よくねできたねチョコレートになっておりました。いいね、スポーツカー好きの人には
ぜひね、今回のバレンタインね、まだ間に合うと思うんで、ぜひね、この2つね、チョイスしてみてください。他にもいろんな車両あるんで、まあ僕のね、過去の動画でね、紹介してるんで、ぜひね、そちらもね、参考にしてみてください。で、続きましてが、スタートレインチョコですね、スタートレインチョコ。まあ全4種なんですけども、じゃあどっか行こうかな。ドクターイエローか行きましょうか。さあ、それでは、ちょっとね、これ後で子供たちにあげようと思ってるんで、こうやって切っとこう。ではでは、どんな形にできてるのかな。あーとんちょっと、これはね、いやもう本当に予想しなかったけど、マジで？あちょっと待って、これ置いとこう。ちょっと待ってね、クッキングペーパー用意しててよかった。マジですか、わおわお、ドクターイエローさんくっついた状態でいこう。はい、一応ね、形はよくできてるんですよ。いやー、これちゃんと割れてなかったらよかったんですけど、はい、こんな感じで側面の窓とかもちゃんとできてて、はい、パンタグラフのところとかもね、まあしっかりと作られております。いいね、めっちゃ溶けるこれめっちゃ溶ける。パフ入りチョコなんでちょっと脆いんですかね。はい、こんな感じになっててね、まあ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 いいと思いますっていうか、ごめんなさいね。はい、まずこれドクターイエローでしたけども、いきなりちょっと割れちゃっておりました。食べよう。じゃあ続いてちょっと割れてないこと祈りまして、次々行きたいと思います。次 N700A 新幹線ですね、のぞみでございます。怖いな。よし、ちょっと後ろからですが開けましょう。よいしょ。あー怖い大丈夫かな。行きましょう。これは割れてませんようにお願いします。おー、よかったよかったよかった。ん、あれちょっと待って、ちょっと待って、ちょおかしいよ。 N700A 新幹線のぞみでしょ。これ何これ。200系300系どっちだったっけな、忘れちゃいましたが、マジでちょっと嘘やん。まあまあ僕としては別にいいんですけど、大丈夫これは、お菓子のメーカーさん。あ、シークレット、ちょっと待って、今気づいた、今気づいた、びっくりした、全然読んでなかった、ごめんなさい。ちょっとメーカーさんになんか聞こうかな思ったところ、全4種プラスシークレット2種のうちいずれか1種入ってますって書いてた。あー、僕シークレットあるの知らなかった、びっくりした。ということはシークレットゲットですね、やった。はいちょっと 700A 新幹線出てくる気持ちでちょっといたんでびっくりなんですけども、はい、こちらもね、ぐるっとよいしょ。はい、こんな感じになってて、まあ形はしっかりとできてますね。いやー、もうめっちゃびっくりした。はい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 、まあシークレットって聞くとこれ喜びに変わりましたね。全然ちゃうもんね、入ってたらびっくりしますもんね。はい、ということで、200系でしたっけ2つ目ね、シークレットが登場しました。ってことはちょっとシークレット狙いでいきます続いて E5 系新幹線はやぶさね、まあこれも一応ちょっと割れてないこと祈りまして、開けていきましょう。よし、ではでは何が出るんでしょうか、いきましょう。てっ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 てー、おちょ、これパッケージ通りに入ってるとかじゃないの、っていうかよく考えたら、ちょ待てよ、ドクターイエローはドクターイエローやったんかな、さっきの。これまさかのあれですよね、これ輝きですよね輝き出てるねこれね、ね、びっくりしたこれはい、こんな感じになっておりまして、あ、これ何が出るかわからない系のやつかな、ひょっとすると。今更気づいたんですけど、いや、ボケててすいません。はい、こんな感じでね、輝きが登場しましたね。なるほどね、これパッケージ通り出てこないんか。そっか、これ僕全然意味把握してなかった。いずれか一種か。ですよね、書いてますもんね。ちゃんと読まないとダメですね、僕もね。ってことは、4種だけかと思ってたら、あれか、6種あってさらに何が出てくるかわからないんで、そうかそうかそうか、だから面白いね、これ。知って面白かった。もう僕ね、ほんと、ここしか見てなかった。この濃い青の文字ね。下にシークレット2種とか書いてるんですけど、読んでなかった。ってことは、次は何出るのこれ。もう楽しみで行きましょう。行きましょう。この輝きのパッケージからは、せーので、ドン、なんだい、お、これ何、これ、なんか、あ、パッと出てこへん。なんか変な言葉になっちゃってましたけども、パッと出てこないよ。ばっかりや。はやぶさかこれ。はやぶさですかねこれ。ね、ぽいね。はやぶさっぽいっすよね。はい、こんな感じでなっております。まあ、これも非常に美味しそう。うん。まあ、てな感じで、ちょっとね、めっちゃ荒っぽかったですが、スタートレインチョコ4つ開けましたところですね。
はい、何も知らなかったあの僕が悪いんですけども、こんな感じの4種が出てきました。まあどれも本当にあの形は素敵に作られておりまして、まあ良かったと思います。ただね、あの結構これ溶けやすいんでね、まあもし買った方はすぐ食べましょう。いやー良かった。楽しかったです。いろんな意味で楽しめました。はい、ということで今回は2月14日バレンタインデーということで、まあ今までにね買ったことがなかったちょっとね車や新幹線のチョコレートをねちょっとね買ってね紹介してみましたが、さあ皆様にいかがだったでしょうか。まあ僕ね実際ちょっとこれまだ下のやつはねこう食べたことないんで味はちょっとわからないですけど、まあまあお菓子なんて普通に美味しいと思います。で上のねトミカチョコに関しては今まで食べてきたんですけども、あのね結構ね硬いんですよ最初なので、まあ食べられる時はちょっと気をつけて食べた方がいいかなとは思いますね。まあこんな感じで本当にねこう楽しいチョコレートがねいっぱいね今の時期ねこれ以外にもたくさんねこう売られてたりするんで、まあ気になった方はねあの近所のスーパーとかお菓子コーナーに結構並んでたりするんで、まあ、ぜひね、まあ、大切な方にね一つねちょっとねまあ価格もそんなに高くないんでプレゼントしてみてください。ということでね今回ねこの後にしておきたいと思います。おもチャンネルのタルでした。皆様のねチャンネル登録やコメント評価どんどん待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。あとツイッターやねインスタもやってますんでそちらのフォローの方もねぜひよろしくお願いします。では今回も最後までご覧いただきまして本当にありがとうございました。またね他の動画でぜひお会いしましょう。ではではごきげんよう、さよなら、バイバイ。